はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ベルズデッキやっていきましょう。ベルズナイトメアっていうカード皆さんご存知ですか？これ診断で追加された最強モンスターなんですよ。これ大当たりランキングの方でもね、第2位にぶち込まさせてもらったんですけども、これめちゃくちゃ強くて、まあちょっとね、出し方は若干癖があって、闇属性レベル 4×2 なんで、まあベルズデッキじゃなくてもね、他のデッキでも出せまして、例えばまあブラックフェザーであるとか、まあ、デスティニーヒーローであるとか、オノマトーであるとか、なんか闇属性レベル4が2体並ぶようなデッキだったら何でも出せるんですけども、こいつね先行で出したらめっちゃ強くて、これどういう効果持ってるかっていうとですね、相手がモンスターの特殊召喚に成功したとき、エクシーズを取り除くと、その特殊召喚したモンスターを裏側守備表示にすると。これ別に対象を取りませんし、ターン1制限ありませんので、まあ、2体で出せば2回効果使えるっていうね。だから2回特殊召喚したモンスターと裏側守備表示にできますんで、これめちゃくちゃ強いんですよ。これね、未だに OCG の方でも現役で採用しているデッキがあるくらい強いモンスターですね。はい、非常に強い。で、先に弱い点を言っとくんですけども、このモンスターの効果はめっちゃ強いんだけど、弱い点、まず打点が低い、950しかない950しかない。これOCG の方ではね、このモンスター先行で出して制圧した後に、会社の3ターン目に、リンクスワイとかにして、まあ変えていけば全然強いんですけども、あとあれ未来竜王ホープの素材にしたりとかできれば強いんですけれども、あれなんですよ、リンクスだとちょっとこれ残っちゃうんで、950がこれ、ね、ここが弱いところですね。で、それからなんだ、邪魔、やっぱね、どかせないから邪魔なんだよ。950しかなくて、素材がなくなったナイトメアってあんま強くなくて、だからちょっと邪魔っていうのがあって、そこだけ弱いところですね。で、それをカバーするためにはやっぱり展開力をね、増やして、まあ、3ターン目以降にね、モンスターバンバン出していけなければいけないので、ベルズデッキで今回組んでるんですけども、他のエクシスモンスターたち、例えばデッドリシンとか、ベルズバハムートとかね、こういうモンスターたちで、相手のね、モンスターをこう除去したり、パクったりして、まあ、戦っていくみたいな感じのデッキになってます。で、診断で追加されたカードとしては、この侵略の反発感染ですね。これもともとセレクションボックスで追加されていたんですが、今回のね、ファンタスティックアークでも追加されまして、これどういう効果持ってるかっていうと、自分のフェーズ上の全てのベルズモンスターがターン終了時まで魔法トラップカードの効果を受けないよと。これ速攻魔法なんで、例えば、狡猾な落とし穴とか、まあ、月の書とかいうカードにチェーンして打てば、まあ、その発動した時点で、フィールド上に存在しているベルズモンスターであれば、全部、効果が良くなってくるんで、これかなり強いですね。はい。だから、反発感染が3枚入っている。で、これ、腐っちゃった時も、なんとかできるように、これ、オーバーレイ、リジェネレートっていう、このスキルが結構強くてですね、これ相性がいいなと思ってるんだけど、これどういうスキルかっていうと、自分の手札の魔法カード1枚を自分のフィールド上のエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズ素材にするよっていうスキルなんですよ、魔法カードをね。だから魔法カードをコストにして、素材が1個増えるということなんですけども、これ何ができるかっていうと、まずですね、強い動きはデッドリーシーンからコアページ出して、コアページの下にそのスキルで魔法カードをぶち込むとライオセワスまでいきます、いきなり。はい、これがまず強いところ。あと、ベルズナイトメアが、素材が供給、できなくなってしまった問題ね。これ要は2個使っちゃってもう素材がないっていう状態の時に、もう1枚供給することによってまた3ターン目以降も妨害していくっていう、まあ、そういう動きができるんで、このスキルにしていますっていう、まあ、そんな感じですね。で、展開力は例えばラビットとか、あと墓地のモンスター回収して召喚できるケルキオンとか、特殊召喚できる、マンドラゴとか、まあ、召喚源が増えるカタストロとか、この辺の、まあ、2体並べやすいモンスターを多めに採用して、制圧していくみたいな感じのデッキになっております。早速ですね、ベルズナイトメアの強さを見せていきたいなと思いますんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ゴンちゃんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。俺のターン。ゴンちゃんなんだろうね、超獣武者かな。超獣武者だとしたら新規カードめちゃくちゃ活躍する可能性あるね。ベルズナイトメア行こう。ベルズナイトメアをエクシーズ召喚。このモンスターは特殊召喚に相手が成功したとき、そのモンスターを裏側を守備表示にするとかいう最強効果を持っている。ちなみにこの効果にターン1制限はついていない。これが俺のファンサービスだ。まあ、ちょっと2枚使って1枚出してるから
アドソンっちゃアドソンだよね。一応ね、あのボッチが超えればベルズケルキオンっていう、ボッチのベルズを1体除外して1体回収して、で、回収したモンスター召喚できるよ、回収したモンスターじゃなくてもいいけど、ていうことだからベルズを召喚できるよみたいな効果を持ってるやつがいるんですよ。あいつが一番強いんですけど、ターン終了とくとどうやのお前だよ。ドロー、うん、俺も弱いね。ボッチが超えないとちょっとケルキオン君の、ケルキオン君の話はしたけど、ボッチが超えないとケルキオン君が強くないんですよ。こいつで結構強くてね、ケルキオン、あのボッチのカードを回収しながら召喚権増えてるんで、あ、影防止に来た、やべえ、仲裁、はい、仲裁の効果発動、大丈夫、了解しました、超獣武者、了解しました、仲裁をリリース、了解しました、大丈夫です。特殊召喚したものが何かによって変えます、あの裏側を守備表示にするかどうかは、あの裏側を守備表示にするモンスターが何かによるんですけど、とりあえずその出てきた時効果みたいなやつは止められないんですよ。あの特殊召喚に成功した時の効果とか止められないんで、シンクロ召喚とかは止めるざるを得ないみたいな。あー、岩通し、岩通しなんだ。岩通しはベルズナイトメアの効果使いどころなんじゃない。ビンゴ、ビンゴ、お前のモンスター裏側守備表示になったら、裏側守備表示になったらシンクロ召喚は一面もできないな。ガゲ帽子いいだろ、ビンゴ、超獣武者影帽子、あーいいだろ、リリース、いいだろ、効果発動、よろしいからのレベル8ビッグベンケ、なに、ビンゴ、ベルズナイトメアの効果発動、モンスター効果発動、ビンゴ。ビンゴ、ビンゴ、うるせえな、ターン終了。これが俺のファンサービスだ、カズトだよ、これはケルキオンかな、ケルキオン召喚、モンスターを召喚、そしてケルキオンのモンスター効果発動、ケルキオンのモンスター効果により除外回収、除外ケルキオン回収、そしてベルズケルキオンの効果発動、効果によって手札からベルズモンスター体を召喚できる、ベルズカストルを召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。ベルズバハムートは表側しかパックれないんだな、表側表示モンスター、オッケー、だからとりあえずこうして、はい、デッドリーシーン、オーバーレイネットワーク、これさ、エクシーズ召喚、これ足りなくね、これこれ足りんくね、これこれ、これ足りんくね、これ、来いモンスターをエクシーズ召喚、あ、ミスった、これ今デッドリーのまま殴ったら勝ちや、ちょ、ごめん、ミスったわ、これデッキバウンスする必要ねえじゃん、間違えたな、まあいいや、やばい、これなんかやばいこと起きるか、とりあえずこの950を攻撃表示とか意味わかんないことになるぞ。やべえ、ミスったで、うわー、ケルキオン1600だね、あ、うわー、ミスった、いやでもまあなんとかなるか、こんだけ後ろ強かったらなんとかなるでしょう、こんだけ後ろ強かったらなんとかなるはず、1600、うわー、ミスった、最悪だ、デッドリーシーンのまんまでしたね、これデッドリーシーンのまんま1体除外して殴ってたら勝ちでしたね、まあ、カイトロイドあるかもしんないからは、まあ、あれか、でもまだわかんないか、でバトルフェイス入る、で950でゼロ殴る、はい、でとりあえずそれはサーチはいいわ、はい、オッケー、岩通し、オッケー、岩通しの効果発動、マジでさ今ミスりましたね、これデッドリーシーンで1体除外してあれでしたね、デッドルシーンで除外して1600と2400でちょうどワンキルでした、はい、コアベージ出したすぎました、本当にごめんなさい、ターン終了、やべ、ターンを与えてしまった、完全にやってしまった、まずい、だから月の書と多分こう侵略の反発感染はマジで腐ってると思うんですけど、月の書あるからなんとかなると思いますね、多分今あの現状打点950のゴミが真ん中に座ってますけど、一応ね、OCG だったらこれリンク種素材とかにできるんで、リンク召喚とかできるんで、まあなんとかなるかなっていう感じはあるんですけど、これね、リンクスだとマジで邪魔、あの1回効果使ったベルズナイトメアマジで邪魔、グレートオールの効果発動、このカードは
超獣武者の装備カードとなり、それ殴れなくね、守備力をそいつ別に殴れねえぞ。超獣武者、なんか勘違いしてねえかこいつ。ダブルホーンの、お前自分のデッキ分かってっか、それ別に殴れねえぞ、それ超獣武者、それ殴れないぞ。装備モンスターは2回攻撃できる。3000、あ、横横3000にしてるのはまだギリギリなんか分かるっちゃ分かるけど、とりあえずちょっと一回影防止の効果使わせないと無理なんで、とりあえず月の書1枚発動して、でこれでまあ影防止の効果発動していくでしょ。はいはいはい、 OK、 はい OK です、了解で、バリ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 じゃなくてバーンってなる。男はどっしり構えて、でファンサービスしていくしかない。ベルズターンエンド、マンドラゴ来た。とりあえずケルキオンの効果でまず回収はしていく、必ずケルキオン、はい、ケルキオンで、ケルキオンをね回収し続ければね、いつまでたってもねケルキオンがやりかねないから。でこれも影防止でどっ、除外される、除外されてか破壊される。はい、バリ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 ドカン、持ちの影防止を除外し、はい、バリ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 ドカンして、はい、でケルキオン効果発動、ケルキオン効果でマンドラゴ、はい、で2体のモンスターでオーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。一応ちょっとグローブケアしますか。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、ベルズバハムート、そしてベルズバハムートのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、手札からベルズモンスターを捨てることによって、お前の表側表示のカードは俺様のものだ。これがファンサービス、これがファンサ、どうせ守備力低いだろ、ね、俺のファンサービスだ、はい、おれグローブいいだろう。さあグローブ1枚で何ができるかな。俺のフィールド上には攻撃力800と攻撃力950のモンスターが揃っているぜ。どうする、ベルズナイトメアでダイレクトアタック、最強だ、最強。なお攻撃力が低すぎ問題、対戦ありがとうございました。これなんとかこの機械をどかせねえかな。さあお相手の方、弟よ、かわいいかわいい弟よ。僕のターン、スリーキュー何デッキこれ、これオーパーツ、オーパーツだったら嬉しい。僕は永続魔法、あ、オーパーツだ、なるほど、ピラミッドアイタブレット見たろ、あ、出た出た、お父様からのプレゼント、はいはい、なるほどですね、お父様からのプレゼント来た。アステカマスクゴーレム、オーパーツ、アステカマスクゴーレム、オーパーツ、クリスタルボーン、だがしかしまるで全然セーフ言わしてくれよ。レスキューラビットを召喚、レスキューラビットのモンスター効果発動、このモンスターをゲームから除外し、デッキからベルズヘリオロープを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、バハムートだな、あらららベルズバハムート、そしてベルズバハムートのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを1つ使い、お前の表側表示のモンスター1体をのコントロールを永続的に得ることができる。ピルー、はい、あー打点下がるんだこれ、相手のフィールド上のモンスターの打点は上がんないのね。なるほどね、君やるね、カードを伏せる、これはセットしなくていいか、バトルフェイス、ファンサービス、さあファンサービスの始まりだ、バトル、ベルツバハムートの攻撃、何なんだこれ、何モンスター効果発動、な、なに、な、なに、やっちまったな、手札から、あー強いねやばいか、ネブラディスク、オッケー、ネブラディスク、オッケー、ネブラディスク、ネブラディスク召喚、あーなるほど、ネブラディスク召喚成功時効果、いやなかなかね、この円盤は強いですからね、このフリスビーは最強、オーパーツ的何が強いって、このフリスビーが一番強いですから、はい、いやクソ脳筋じゃん、クソ脳筋なんだけど、クソ脳筋じゃん、クリスタルボーンで、いやー、ブブブブブブブング、俺はクリスタルボーンを裏側守備表示にしていくぜ、ネブラディスクでビング、ビング、
リバースカードオープン。いやこれ月の人とバハムートあんま相性よくねえな。バハムートはな、味わってくれよ。ドロー、デモンズチェーンの方がいいかもな。まだ、まあ、とりあえず攻撃表示変更する。そしてカストル召喚、カストルを召喚。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ。お前のモンスターは俺がいただく。カストルとアステカマスクゴーレムでデッドリーシーンをエクシーズ召喚。そしてこのモンスターの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、デジタルバッグゴアーベイジ。そしてスキル発動、オーバーレイリジェネレート、手札の魔法カードをエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズライトする。そしてこのコアページの上にさらに重ねてエクシーズチェンジ、エクシーズ召喚、デジタルバグライオセバス、虫キング、俺の名は虫キング、いけ、ベルツバハムートでアタック、そしてライオセバスでアタック。さあこれはこれでターン、さあお前のターンだぜ、僕のターン、さあレンダーは認めない、さあ立て、えクリスタルスカル、クリスタルスカルいいだろ。墓地のネブラディスク、ネブラディスク、このカードはネブラ自分フィールド並んだらなんかやばいことになるか。レベル4、まあ、一応ちょっとライオンスマスするかかったな、かかったな、ビンゴ。はいバーン、一体ネブラディスク一体では何もできねえ。俺のターン、ドロー、ケルキオンいいだろ。俺はバハムートの効果を使い、お前のフリスビーはいただくぜ。俺のもんだ、もうこのモンスターはバトルフェイス、残念だったな。苦しい弟よ、グテーよ、いい加減に沈めよ、沈め。君の戦術は素晴らしかった、だがしかしまるで全然僕を倒すには程遠いんだよね。君も俺のファンになったかな。さあお相手の方、根性ロクラデッキじゃねえの絶対。根性なんだ、ウィッチカストかな。レスキューラビットを召喚、レスキューラビットのモンスター効果発動、オーバーレイユニット、オーバーレイじゃねえ、ベルツヘリオロープを特殊召喚、そして2体のモンスターでエクシーズ召喚。召喚条件は闇属性レベル4モンスター2体、現れろベルツナイトメア。月の種が内蔵されているぜ、このモンスターにカードを1枚してる。カード終了。さあお前のターンだぜ。ベルズオピオンまだですか。ベルズオピオンさえ来たらマジでベルズワンチャンあるんですけどね。ワンチャンかなり制圧力高いんで、かなり強いんですけど、ベルズちょっとオピオンくんが来ないとマジでクソラコ絶景しかなんないんだよね。なんか本当に大丈夫か。何が、にぎたま出た、にぎたま、はいはい、スプリットモンスターですねこれ。召喚ウガすると召喚機が増えるっていう、強っ。やばい、にぎたまリリースされてワンドロー、やばい、ちょい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 、痛い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 、で写真の悪霊は表側の表示のモンスター全部破壊、やばい、デュアルサーモン、やばい、宇宙起きてる、新たま、やばい、これ召喚に成功したらスプリットサーチ、いや強い、岩戸。当たる。速攻魔法発動。ライバルはライバル。やば。待って。待って、強すぎない。